鯉のぼりさん、あ、また送ってくれてありがとう。瞬発力のトレーニングはいろいろあると思うんですけど、何が一番おすすめですかって。瞬発力のトレーニングとかっていう、ぼんやりしたトレーニングはなくて、まあ、なんだろう。瞬発力を増すには、トレーニングで手に入るものと、知識で手に入るものと、技術で手に入るものと3つあるので、まあ、トレーニングでその最大筋力だったりとか、その、プライオメトリック的な、ちょっと反発を使うような動きとかっていう筋肉の作用を使った技術みたいなものもあるし、あとはやっぱりその知識ですよね。その筋肉をどう使うと、どんな状態の時にどういう力を使うと瞬発的なスピードが生まれやすい動作になるのかっていうのが理解できてないと、どんなトレーニングをしても瞬発力が育たないし、知識とやっぱり技術が正しいものじゃないと、瞬発的な動きっていうのはさ、重いものを軽く、いち早く軽くするっていうことだから、その物理的な本当に法則を無視せずに、それをただ筋力とかのトレーニングでゼロに補おうとせずに、きちんと正しい技術と知識、重さに対してどんな力が有効かっていうのを考えて、そこに対するトレーニングは何かっていうのを考えることが重要なので、瞬発力のトレーニングはこれがいいですよなんて言う人の言葉は30点です。正直。これやってれば瞬発力が良くなりますよなんていうのは多分筋肉の機能だけに限ってトレーニングを見た答えだと思うんで、そうじゃないから、筋力が育っても瞬発力が、ただつくかって言ったら、まあ、微量に増していくことはありますけど、そうじゃないところのが瞬発力を増しやすい要素たくさんあるんで、トレーニングで1年か2年かけないとそのスピード出ない人をその日にそのスピードにすることも僕は可能だと思うので、トレーニングより優位なのはそういう重さを扱う技術だと思いました。だからその辺をしっかり勉強して。人生が変わっていくんじゃないかななんて思います。